アストロバイオロジーフィールドラボラトリーは提案されていたアメリカ航空宇宙局の無人探査機である。火星の生命をロボットで探索することを目的とした。この提案には資金がつかなかったが、2016年に火星にローバーを着陸させ、居住可能地域を探す計画であった。そのような地域の例は、活動中、または活動の停止した。 熱水体積層や乾燥庫、極の特定の地域等である。もし資金がついていれば、マーズサイエンスラボラトリーのローバーの設計をもとに、NASA のジェット推進研究所でローバーを建造し、2016年に打ち上げられることとなっていたが、予算の制約から資金はカットされた。ローバーは、1970年代のバイキング計画の、 ランダー以降初めての硫黄や窒素を含む炭素化合物等の生命と関係する化合物を専門に探索するミッションとなるはずであった。このミッションの戦略は水や炭素を探すことでハビタブルゾーンを探索するというものであった。特にこのミッションでは2012年のマーズサイエンス・ラボラトリーによって過去または 現在の火星の生命をもたらしうるとされた地点の地質環境について詳細に分析する。そのような環境は、微粒子の沈殿層、熱水泉鉱物の堆積層、極地の近くの氷の層、かつて液体の水が流れていたり、境界から水が溶け出しているガレー等である。AFL は、マーズリコネッサンスオービター、フェニックス、マーズサイエンスラボラトリー、 エクソマーズトレースガスオービター、エクソマーズの後継の計画であった。サイエンスステアリンググループは、火星の生命の痕跡検出の確実性を高めるため、以下のような戦略と過程を置いた。生命は、脂質、タンパク質、アミノ酸、ケロゲン様物質、または、岩の特徴的な微小孔等の痕跡を残す。しかし、生命の痕跡自体は、 周囲の環境によって徐々に破壊される。サンプルは複数の場所で酸化されるよりも深い位置から採取する必要がある。磁気圏がないため、火星の地表は宇宙船による酸化を受けやすく、この層は7.5メートルにまで達する。生命の痕跡の分析には優先度の高いサンプルをあらかじめ選別する必要がある。マーズサイエンスラボラトリーの サンプルアクイジションサンプルプロセッシングハンドリングシステムはプレシジョンサンプルハンドリングプロセッシングシステムに置き換えられる計画であった。アストロバイオロジーフィールドラボラトリーのペロードは少なくとも3つの分析手法を備え生命の痕跡の偽検出の可能性を最小限にしている。ローバーの質量の見積もりのためにペロードは以下の通りとされた。 AFL は m ー r s イエンスラボラトリ b と同様に電源として放射性同位耐熱電気転換器を用いることが提案されていた。RTG による電源は地球での約2年に相当する1火成年程度は持続する。RTG は昼も夜も信頼できる持続的な電源を供給することができる。排熱はパイプを通してシステムを温めるのに利用し、 発生した電気を探査車や機器の電源として用いる。AFL においては、火星で見つかるかもしれない生命についての事前の定義は置いていなかったが、以下の過程が用いられている。生命は何らかの形の炭素を用いる。生命は外部エネルギー源を必要とする。生命は細胞のような区画に囲まれている。生命は液体の水を必要とする。 表面探査の間に火星の環境を生命の存在可能性によって分類した。生命の存在可能性の定量的な評価は以下の通りである。もし火星に過去または現在の生命の痕跡が発見されれば、生命と環境が互いを支え合う関係の理解に焦点が当たる。生命の形成に適した環境があるにもかかわらず、生命の痕跡が見つからなければ、 火星の生命がなぜ発生しなかったのかが次の課題となる。AFL のチームは AFL のようなミッションがこの問いの解明に重要な役割を果たす可能性は大きいが結論が得られるのを期待するのは難しいと述べている。ありがとうございます。